全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。先日埼玉県の安藤さん加盟よりこんな質問がメールでありました。うつ病で会社を辞めたいのですが、会社側からは来年の3月までは働いてくれと言われています。現状では私が会社を辞めると社内の仕事が回らなくなります。上司も含めうつ病にはあまり理解がない会社ですので毎日が苦痛です。何か良いアドバイスがあればお願いします。安藤さんのような相談、私が社労士の資格を取った平成16年から時折受けています。うつ病で会社を辞めたいということですが、早まってはいけません。うつ病の場合、転職や離婚、引っ越しといった大きな決断は簡単にしてはいけません。自分の選択に後悔してしまい、余計にうつ病が悪化する恐れがあるからです。まずは安藤さんが会社の健康保険に加入しているか確認しましょう。健康保険に加入していれば、傷病手当金を受け取ることができる可能性があります。傷病手当金とは、怪我や病気で連続4日以上働けなくなった時に健康保険から出る給付金で、給与の約3分の2が支給されます。そこでまずは病院の医師に相談し、診断書をもらって休職しましょう。傷病手当金の手続きは会社の人が行ってくれますので、手続きについて相談しましょう。傷病手当金を受けられる期間ですが、最大で1年6ヶ月です。うつ病の治療には休息が重要ですので、まずは休職して休みましょう。安藤さんがいないと会社の仕事が回らないとか、上司の理解がないとか関係ありません。このままうつ病が悪化すれば、どのみち仕事どころではなくなります。会社は安藤さんを守ってくれませんし、そもそも病気になってまでやらなければならない仕事なんてありません。まずは休職して体を休め、本当に会社を辞めるべきかじっくり考えてください。できれば家族や友人などにも相談してみましょう。いろんな意見が聞けるはずです。ゆっくり考えた結果、退職を決めた場合、そもそもうつ病になった原因が会社や仕事にある場合、遠慮なく退職しましょう。ストレスの多い環境に身を置いていてもうつ病は治りません。安藤さんの環境にうつ病の原因があるのであれば、環境を変えましょう。日本には数百万という数の会社があるのです。ブラック企業もあれば、ホワイト企業もあります。安藤さんの転職先がホワイト企業となる保証はありませんが、ストレスの多い職場からは離れるべきです。しばらくは療養に専念し、体調が良くなったら転職活動を行ってください。すぐに転職するのが不安であれば、ランサーズやクラウドワークスなんかで簡単な仕事を始めてみてもいいかもしれません。安藤さんが健康を取り戻し、社会復帰できることを願っています。もし1年6ヶ月以上も通院しているのに働けないという状態が続くなら、障害年金を受けられるかもしれませんので、私たち全国障害年金パートナーズにご相談ください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。